タカラトミーより2007年に発売された人型ロボット、アイソボット。全身にサーボモーターを17個搭載した本格的な人型ロボットながら、身長は 16.5 センチ、体重は350グラムと、極めてコンパクトな作りになっており、世界で最も小さな量産されている人型ロボットとして、発売前からギネスブックにも登録されています。価格は 29,800 円と、二足歩行ロボットとしては破格の安さでした。ジャイロセンサーを搭載しており、歩行時のバランスを自動的に補正し、それぞれのアクションにマッチした約180の言葉を話すことが可能。コントローラー、プリセットのアクション、音声認識など、様々な方法で操縦することが可能になっています。一番の肝は、約200種類のプリセットの動作から、好きな動きを選び、リモコンで、プログラミング、順番に動作を指定していくだけすることで、自分好みのアクションをさせることもできるようになる点。動画の投稿者さんは、そんなプログラミング機能を利用して、弓を射る、マシンガンを放つ、手裏剣を投げる、など、様々な動きをアイソボットに行わせています。武器のいくつかは、ご自身で作られたそうです。アイソボットの驚異的な能力に、そして、投稿者さんの技術とアイデア力に、外国人からは、驚きの声が寄せられていました。